つまりは神に近い存在になったというわけですね。観客の皆さんも私の姿に驚いているようですね。じゃあオラも全開でいくぜ。いい友達になれそうなやつ連れてきてやっぞ。そんなはずはない。俺は負け、負けるはずがない。強さこそ正義。私なのによ、ほらまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、ひどい腰だって聞いたからさ。はあ、所詮この程度か。ひどい腰だって聞いたからさ。とにかくもったいねえだろ。私が見た限り人間は学びません。ババリ星と同じ例をゴアス様とて何度も見たはず。貴様、父と御殿に何をした。あなたから正義を学べると思っていました。たった一人の人間は壊せねえようだな。寝ぼけたことを抜かしやがる。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということだ。